育成演説全力応援ということでやってますけど、レオナチャンネル、ついにね、今回ね、女子を振り返りたいと思います。関西の U18 の女子リーグを見に行ってきました。対戦カードはセレッソ大阪ヤンマーガールズ U18 と大小学園ですね。まあ、大小学園は昔、女子の選手権とかインターハイだとかも取っていて、まあ関西の大阪の名門校というところで、自分も OG だと、今名古屋でプレーしている三浦桃選手。なんかね、日体大の時に見て、すごい印象的に残っていて、多分大小学園がそこぐらいが強くなっていったんじゃないですかね。まあそんなイメージがあるんですけども、まあ西は結構日の本とかが強かった中で大阪から全国を取りに行くぐらいの強豪が生まれていったというようなイメージがある。なんかそんな印象がある高校です。で、対するセレッソなんですけども、自分この育成年代の女子を初めて見たのがこのセレッソでして、今、そういうことなでしこジャパンでも活躍している北村奈々美選手とか林穂乃香選手、あと宝田沙織選手あたりが、まあ、彼女らが高校 1,2 年生ぐらいの時かな、本当に彼女らって1期生ぐらいだったと思うんですけど、その時に見て、もう本当8年前とか7年前とかの話なんですけど、割とその能力であったり技術であったり、まあ、その当時って16歳7歳ぐらいの子でなでしこ2部に出ていて、そこで戦っていたんですけども、まあまあ、年がまあ10個も5個も10個も上のキャリアある選手たちを前におじけづかず、それこそ先ほど話したような自分たちが持つスキルで圧倒している姿っていうのを見て、こういった女子のエリート集団が集まってくるチームに、特に西のエリアではね、なってきて、ここからなでしこジャパンがどんどん出ていくんだろうなと思ったら、まあさっき言ったメンバーなんかがしっかりなでしこに入っていってというところで、まあそれ以来ずっと注目しているチームなんですけども、まあそんな、彼女らを、まあ、久しぶりに見て、まあ、たまに見に行ってはいたんですけど、こういう風にせっかくなんでね、育成年代女子も振り返っていきたいなと思って、今回チョイスしたわけです。で、初めてね、南積もりで試合を見たところですね。もともとセレッソのトップのチームが練習をしていたところで、自分も学生時代ね、トップの選手を見に、練習を見学しに行ったなんて思い出あるところだったんですけど、そこの天然芝グラウンドで行われました。結果は大小学園が5対0で勝ったというところです。まあ、構図としましては、結構セレッソが、のメンバー、それこそクラブ優勝で準優勝した時に主力だったメンバーをベンチに置いたり、まあ、代表でいなかったりっていうところで少しメンバーを入れ替えて、中学1年生を5人、6人、だからスタメンに入れた状態でした。まあ、とはいえ女子って実はこの13歳と18歳のこの身体能力差っていうのが男子ほどないのでできちゃうみたいなところもあります。さっき話したなでしこ2部を自分が見に行った時も中学1年生の選手が普通になでしこ2部の試合に出てて、まあ、ほんと25歳、6歳の相手、まあ、30歳近い相手と一緒にプレーをしているんですけども、まあ、そんなに、なんですか、いや、これちょっと無理あるだろうっていうようなところあんまりないんですね。まあ、さあ、多少フィジカル差はあるんですけども、先ほど話したように男子ほどはない。だからやれちゃうっていう面があります。で、まあ、とはいえっていうところ、まあ、あとはメンバーの、連携っていう部分もあったと思います。まあ、セレッソは言わずもがな、風間さんのサッカーっていうものを各年代で落とし込んでいる中で、技術の高い選手に合わせていくっていうところ。まあ、その中で、まあ、上に合わせるスタイルの中で、やっぱり下がしっかりついてこないといけないですし、そこの下と上の差っていうのがね、まあ、できてしまう部分もあると。まあ、いわゆるなんか目が揃うというとか、そういう技術の高さの基準みたいなのが、まあ、ちょっと差がついてきてしまう面もあって、まあ、そうなるとやっぱチームとしてね、うまくボールが回らないなんてシーンもあるわけです。まあ、そこがちょっと出てしまったかなっていうところはあります。ただやっぱりセレッソもね、しっかりボールを握って奪われないように技術を高めて攻めていくっていうところをやっていったんですけども、やっぱりこの大小学園が、そのパワフルさというかスピーディーで、速攻性のある、かつ一人一人のアジリティとか、クイックネスとか、なんかそういった身体能力差で上回るところ、ダイナミックな攻撃っていうところでゴールを重ねていった感じです。先制点はもう左のコーナーキックからですね、そこも左の突破から奪ったコーナーキックから、早々に先制をした後に、まあ、2ゲーム目も左サイドのクロスから、大小学園が追加点を入れ、まあ、3点目は、背後からのボール、スルーパスを、ちょっとセレッソがラインを上げきれなかったところに抜け出した、これ16代表にも入ってる佐藤選手が裏抜けして1対1を冷静に決めて 3-0。で、まあ、4点目もコーナーキックから、前半のうちですね、入れて、で、まあ、その5点目、前半のうちに5点入ったんですけど、そこも左サイドを見事に崩していって、最後中央で三島選手が合わせるというような形でした。まあ、本当大小学園がね、そのサイドの突破っていうと、ポケットついていくような攻撃だったり、個人の突破力っていうものを活かして、前半で畳みかけて 5-0 にしたという形です。で、そこから、セレッソは後半ちょっとメンバーを入れ替え、
ゲーム展開を割とイーブンに持っていったかなと思います。まあ、チャンスシーンの大和学園は前半ほどそれほど作れなかった。まあ、5点のリードがあるっていうところで、まあ、無理して攻めなくていいっていう部分もあったと思うんですけども、まあ、随所随所でその、セレッソの選手の技術で剥がしていく、前進していく、逆を取っていくっていうところが、まあ、かつこのボックス内でのプレイ、チャンスっていうのが増えていったんですけども、まあ、ゴールキーパーのセーブもあって、ゴールが奪えず 5-0 という形になりました。まあ、セレッソとしては前半の5失点っていうのが痛かったなというところがあります。特になんかセットプレイだったり、サイドからのところで3失点かな、食らってしまったっていう面もあって、ここは反省点かなというふうに思いますし、まあ、ただ一方その大小学園のそのダイナミックな攻撃であったり、そのゴールに向かっていくプレイ、スピード感、怖さっていうのをすごい発揮できていたと思います。やっぱりこの大小学園がね、その全国を狙いに行く、それこそ高校年代の中でもトップクラスにあるチームなんだなっていうのを感じさせた試合でした。中、ところピックアップしていきたいなと思いますけど、まずセレッソなんですけども、まあ5失点はしてしまったんですけども、このディフェンダーの29番の西選手、それこそ先ほど話した中1で出ている選手の一角なんですけども、やっぱりセレッソが後ろからボールを繋ぐ中で、そのビルドアップ、後ろから組み立てていくという意識が非常に高くてですね、運んでいくところ、縦パスをつけるところっていうところのも判断であったり、あと、そこに対しておじけづかないでやっていくプレイ、まあ、特にもう複数失点を重ねたら結構メンタル的に折れるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、やり続けるっていうところ非常に良かったと思います。まあ、守備のところでもう一個、パワーだとかスピード感っていうところ、フィジカル面だったり、アジリティのところを伸ばしていければ、より良いセンターバックになるんじゃないかなというふうに思いました。あとはミッドフィールド32番の中田選手ですね。これキャプテンで、やっぱり彼女がそのボールを動かす中心にいたなと、中央で一番ボールを触っていたのは彼女だったなというふうに思います。後ろから受けるときに、まあ相手の触れないところでボールを受ける。で、ターンして、相手を剥がしていって展開する。まあ左利きだと思うんですけど、まあ左足のキックだったり、まあでも右足も結構そこなく使えて、顔を覗かせてくる味方に預けて自分も前進していくっていうところで、ほんとちょっと前半は結構彼女が攻撃のところで孤軍奮闘していたなっていうところで、まあなかなか前進する機会っていうのがね、なかったんですけども、後半は順位高い位置でもプレーができて、技術の高さっていうのが中盤で非常に光ったなというふうに思いました。あとは、ちょっと後半入ってきた佐藤優奈選手なんですけども、まあ、彼女はずっと自分が中学2年生ぐらいから見ている選手で、非常にその攻撃センスに溢れたストライカー。まあ、ストライカーというよりかは、なんかまあ、なんて言うんですかね、表現がちょっと難しいんですけども、まあ、中盤での低い位置でちょっと起点にもなりつつ、ゴール前でも仕事ができて、精度の高いシュートも持っている。まあ、この日に関してはちょっとゴールを奪えなかったっていうところはあるんですけども、ボックス内での存在感、ゴール前での結構浮いた位置で、受けて、前を向いて、クイックネスを生かした、相手を揺さぶって剥がして、それで振りの速いキックでシュートを打てるみたいな、そういうところが高い攻撃における求められる技術を持っている選手で、まあやっぱり彼女が前線にいると違うなっていうところを感じた次第です。はい、で、勝った大小学園に行きたいと思うんですけど、まずディフェンダー22番の藤田選手ですね、彼女は最終ラインで、やっぱり存在感を大きく放っていて、キックですね、後ろから結構1枚剥がせるフィードだったり、相手の背後を狙うところ。まあ、あとは最後、パワーを持って守るところっていうところで、非常に、なんですかね、攻守においてダイナミックさが光るセンターバックだったなというふうに思いました。で、そのダイナミックさっていうところで言うと、ミッドフィールダー6番、ボランチの森選手、やっぱ彼女がちょっとこの試合はかなり効いていたなっていうふうに思いますね。中盤の、そこで、受けて。で、やっぱり、キックの飛距離というんですかね、裏返せるキックを持っていて、それを広角に左右に蹴れるっていうところで、まあ、カウンターの起点となり、彼女のキック一発でチャンスを埋めるところ、ゴールに、シュートに至る前の2個前ぐらいのプレーっていうのをすごい意識してるんじゃないかなと思っていて、まあ、彼女のキックっていうのはすごい大小学園にとって武器ですし、まあ、ここをちょっと抑えないと敵としてはなかなか苦しい展開に持ち込まれていくんじゃないかというふうに思いました。あとですね、ミッドフィールダー14番の広倉選手ですね、まあ、彼女はそのサイドの仕掛けのところが光っていました。あ、1点目のコーナーキックを奪ったところだったり、2点目のクロスであったりが彼女だったかなと思うんですけど、やっぱりこの左サイドで相手の深い陣内に運んでいけるところ、潜っていける。対峙した相手を仕掛けて縦にいける。あとは結構内側にとって、いわゆるハーフスペースのところに入ってボックス内まで侵入していったり、で、左足でのクロスでしっかりコーナーキックを取り切るみたいなところも含めて非常に嫌なサイドアタッカーだなというふうに思いましたし、まあ、ちょっとここがね、
セレッソであったり、まあ、今後対戦していく相手にとっては、まあ、抑えないと右から攻撃を作れない。彼女にちょっと押し込まれてなかなか自分たちの右サイドから攻撃を作れないので、そんなような展開に持ち込ませる選手だなというふうに思いました。はい。で、今回のマンオブザマッチなんですけども、10番の佐藤桃沢真希選手ですね。U16 女子代表に入っていて、彼女が関西リーグでかなりゴールを奪っていたので、自分も見に行きたいなというふうに思っていたんですけども、やっぱりここの数字は嘘をつかなかったなっていうところですね。まあ、身体能力っていうんですかね、決して大柄ではないんですけども、その裏に抜けるスピードだったりとか、そこの感覚的なもの、相手との駆け引きを制する力、あとはそのボックス内でヘディング、右足、左足のシュートを打てる。で、結構腰のキレなんかも良くて、そのシュートに力が入っていって、まあ、少し無理な体勢でもしっかりファーに打ち込めるだけの腰回りっていうところもありつつ、結構自分が印象に残ったのは、あとは、ボールを収めるところですからね。特に空中戦、やっぱりその落下点を読んで、身長は決して大きくないんですけど、その相手より先にジャンプして、胸でボールを収めて、で、地面に足をついてからのコントロールの技術もあるというところで、引いて、さっきの佐藤選手じゃないんですけど、一個引いて起点になるし、そこで、ただ下のボールだけじゃなくて、上のボールもしっかり収められて、背後も抜けられて、ボックス内でもうしっかりゴールを仕留められるパターンを持っているというところで、非常に将来性のあるストライカーだなと思ったので、触れたいなというふうに思いました。本当に彼女をちょっと見たいなっていう思いもあって、行った中でしっかり結果を残してきたので、なんかそういうところを持っているストライカーだなと思いましたし、まあ彼女なんかは、本当卒業してそのまま、多分 WE リーグのチーム行くんじゃないかなと思いますね。今後も追っていきたいなと思います。はい、そんな感じでちょっと女子を初めて追っていきましたけど、やっぱりなかなかね、見ていて楽しいなというふうに思いましたし、まあなんか女子って、男子と違って、最後ちょっとラフに逃げるみたいなサッカーをあんましない。そういうサッカーの本質的なボールを動かしながら、足元で、技術で、勝負していくみたいなところを見られるのが女子だなっていうようなイメージがあったので、まあ今後もね、ちょっと男子優先的にはなってしまうんですけど、時間を見つけて見に行きたいなというふうに思っていきます。レビューもしていって、いい選手をどんどん発信していって、彼女たちのモチベーションになれればなというふうに思います。